うも、島谷ひとみでーす。2024年、春になりましたが、皆さん今年はどうですか？私は今のところ、全然全くピンときておりません。年始に、お正月早々階段から落ち、風邪も2回引き、そして今花粉症でございます。でも、ちゃんと、時は過ぎてって、もう春です。春は別れと出会いが入り混じる。交差するとても、なんか切ない、いろんな人の胸に残る季節だと思います。でもうね、いろいろ芽吹いてきて、これから今年何が始まるのかなっていうワクワク感もある、そんな季節なんですけれども、今日はちょっと、島谷ひとみの過去の作品の中から今の季節、春にぴったりな曲を自分で選んでみたいと思います。まあ、皆さんそれぞれね、思い出の曲あるかと思うんですけれども、私ももうたくさん曲を、今まで作ってきた中で、今一度、自分の曲で季節感を、感じたいな、感じてほしいなと思って上げてみたいと思います。では、まず5位からいきたいと思います。まず5位は、シャンティです。ご覧ください。1月30日にリリースした曲なんだけど、これは、TBS 系のドラマ、プリティーガールという、ね、稲森淳さん主演のドラマの主題歌として起用していただいた曲でございます。ドラマの中で実際稲森淳さんがシャンティーって人を励ますとか自分を励ますときにシャンティーって言ってたんです。でそれがすごく私の中で印象的で、私の中でも春が来たっていう主題歌に選んでもらって、春が来たっていう気持ちと季節の春と、もういろんな自分の中の思い出にも残っているシャンティ、こちらを5位に選ばせていただきました。さあ続いては4位でございます。4位はカメリア。まずは映像をご覧ください。2016年の、3月15日にリリースした曲です。カメリアって日本語で椿、やっぱり春に咲くというか、そんなお花で華やかな曲で、これはね、なんかすごくポジティブで心躍るような、今でもライブで歌うとみんなでこうタオルを振り回してみんなが笑顔になってくれるなという印象の曲なんだけど、私も慣れないピアノにチャレンジして、ちょっと練習をして、ミュージックビデオに挑んだりとか、あれは当て振りじゃなくて本当に合ってます、ちゃんと。もう今弾けないですけどめっちゃスタジオ入ってピアノの練習したなとか、ミュージックビデオもすごくこう華やかな撮影になって、すごく映像も気に入っている作品です。4位はカメリアでした。それでは春に聴いてほしい曲第3位はビオラです。
2024年の3月17日にリリースしましたビオラ。映像が、すごく気に入っています。まあね、今みたいに CG とかそういうのが全然発達してない時代だったから、それでも CG を使ってあの映像を展開してくれたりとか、したのがすごく印象的でした。あれはね、目黒の雅叙園で撮影して、結構長い時間、朝早くから夜中まで撮影したなとか。で、前の日緊張して寝れなくて、なんかすごい当日なんか足とかむくんじゃってしんどかったなとかなんかすごくこう詩の表現が美しく古典的で、まあ今聞くとなかなかなんかない表現かなという意味でも歌詞もすごく気に入っている作品です。ビオラでした。さあ続きまして、春に聴きたい、春に聴いてほしい島田仁美の曲第2話、あなたを胸に生きていく、ご覧ください。こちらは2013年の7月24日夏にあのリリースした曲なんですけども、まあ、私の周年で出したアルバムの中に入れた曲なんだけど、これはコキアさんに、書いていただいて、これはすごく私の中であの初めてというか印象深かった作品作りだったのが、私がコキアさんにお手紙を書きました。で、プロフィールといいますか、私は、広島県の倉橋島というこんな環境で育って、こんな音楽を聴いて、こんなことを思いながら幼少期を過ごして、でこんな思いを持って東京に、歌手になりたいという夢を持って上京してきて、今こういう感じで活動していてって、でそんなこういうところの思いを、時矢さんに曲を書いていただきたいですというお手紙を書いて、でコキアさんがそれをもとに、作ってくれた曲なんですね。なんでリリースは、夏だったんですけど、この曲は私のふるさとに対する思い、そしてこれからの決意表明みたいなことを、歌っている曲なんですね。だからまあ私にとってのその卒業とか別れとか、春、東京に上京してくる物語が詰まっている、すごく、思い出に残る、ちょっと歌ってると涙が出てしまうような、そんな大切なあなたを胸に生きていくが第2位でした。島田仁美の楽曲の春歌第1位は春待ち人です。春待ち人でした。もうね、タイトルの通り春の歌を作りたいということで作った春待ち人という曲です。あの映像の方はね、あの着物をちょっとこう着崩して、見たり、ちょっとアジアンな雰囲気の、ビジュアルで作ってみたり、なんかみずみずしい、春を彩ってくれた曲だったと思います。2006年3月15日にリリースしました。もうなんかそんなに昔だったっけ、前だったっけっていうぐらい時が経つのがあっという間で、年号を言うのをびっくりしております。もう2024年ですからね。でもなんか私の心の中にはいつもみずみずしく言ってくれる曲たちなんですけども、その中でやっぱり春待ち人は春をテーマとした愛っていうそのものに対して、表現しております。
まあ私にとっては雪かきものを着て表現したっていうのが新しかったし、なんかあの当時ミュージックステーションに出させていただいた時もそのお着物で出させていただいて、あの桜をこう降らせていただいてとか、そういったこう情景があのすごくあの思い出に残っている曲です。第1位は春待ち人でした。春に聴きたい、聴いていただきたい島谷ひとみの楽曲の中からベスト5をお届けしましたが、いかがだったでしょうか。皆さんそれぞれの、思い出エピソードとともに たくさんの曲の思い出があると思いますけれども、島谷ひとみが思う自分の曲には本当にたくさんの方に、素敵な曲を作っていただいて、宝物はたくさんあるんですけども、強いてあげればこの5曲が私の春歌かなと思って選んでみました。ぜひですね、皆さんの、生活の中に、さりげなく私の楽曲がこういった季節感とともに存在してくれると嬉しいなというふうに思っております。謎にうちの犬が登場したりとかしてましたが、またご覧ください。ではまた違うテーマでお会いしましょう。島谷ひとみでした。私から皆さんにお知らせがございます。今年の7月28日に島谷ひとみデビュー25周年を迎えます。それにあたり、東名阪とコンサートツアーを行いたいと思っております。ぜひ詳しい情報は私のホームページ等でチェックして、ぜひ皆さん応援に来てください。お待ちしてます。